虫下しかけよう。何をですか。虫下ししましょう、はい、二人とも、はい、で今日私が飲ませて、また明日お家で飲ませてください、はい、2日連続で飲ませて3週間後にまた飲ませると。はい、それがまず最初ね。今日朝飲ませて、そう3週間後。それからあと予防注射打ちたいんだけど、はい、あのまあ、費用かかっちゃうけど、はい、一回ね、人間ドックじゃないけどさ、はいはい、半日ドックでさ、はい、やりたい、検査したいね。でそれ見て、これあ、ワクチン打ってあるの、これもらいます。例えばあ、もう2回打ってあるの、あ、違うか、2匹、あ、そう、名前が違う、1つに2つ、こっちがメス、1月5、で次8月5、これ行ってないですけど、うん、これがこっち、3種混合が売ってあるんだ。わかりました。だから3種混合でもいいんだけど、もし検査受けてもらえるんだったら、はい、検査受けた上で白血病の、うんうん、がないことを確認できたら、うんうん、白血病も含めるんですって言ったら、うんうん、白血病が陽性の子はリンパ腫になりやすい、うん、ケンちゃんのやつ、そうそうそう、必ずじゃないんだけどね、うん、多少は関連があるみたいだから、だから白血病を含んだやつが5種混合なんですけど、できればそれを打ちたいよね。でただそれは3種混合はね、身体検査してあ大丈夫だねって言って打てますけど、5種は前もって検査しがいなんて出れないから、で検査する日はね、はい、朝ごはん抜きで、はいはい、1日預けて、半日預けてください。で夕方迎えに来てもらうと。それ別々がいいんですか。いや一緒の日でもいいですよ。一緒でもいい、はい、1匹いくらぐらい出します、後ほど。やれるならやって、やった方がいいよね、一回、特に野良猫だったなったわけだからさ。そうですよね、寄生虫は多分いると思うから、今日はだから虫下しと、それからあの寄生虫予防の薬をつけたいですね、はいはい、お願いします。どれにつけようかな。あと避妊と去勢の、避妊の去勢の第三まで、はい、このちょっと長毛の子はさ、足の毛が伸びるんだよね、はい、半毛の子よりも、だから、はい、こういうのが1個あった方がいい。これ何ですか、バリカン、バリカン、別途用のバリカンです。5000円ぐらいかな、電気屋さんにも売ってるかもしれないですけど、と爪切りね、爪切りあるんですけど、あるんですか、どこまで切ったらいいか分かんなくて、あ、こっち切り一回切ってみたんですけど、すぐ伸びちゃった。切ってみました、はい、ケンちゃんがもう全然切れなかったんで、まあ、僕はね、ちょっと特殊大変だったんだ、本当に。じゃあちょっと小さいうちからそういうの やれたらいいかなと思って、うん、肉球があって爪がありますよね、はい、黒いとわかんないけど、白い爪はこう血管と神経がありますね、こことここの真ん中ぐらいで切ってくると、真ん中ぐらいですね、はい、で我々はもうちょっと近いところで切るけど、お家ではこことここの真ん中、それでもまだ長いなと思ったらまたこういうところの真ん中、真ん中を目指して切ると、そんなにギリギリ攻めなくても、そう、そんなにギリギリ攻めません。まあ今結構ギリギリですけどね、お家だったらこれぐらいでいいよ。あ、そう、でまだ長いなと思ったらまた真ん中狙って、真ん中狙って、なるほど、ね、それめんどくさいからね、最初からプロなテクニックがある、そうそう、最初からちょっと近いところに行くんだけど、その方が安心。それからもし爪切るときに一番怖いのってさ、深爪して血が出ることが怖いでしょ、はい、だから味の素を用意してほしいですね。味の素、化学調味料の味の素、味の素、はい、あれをね、用意しておいてもらって、もし最悪血が出たら、はい、つけて押さえてると、味の素ですか、そうそうそう、人間もそうですよ、人間でも血が出たらつけて押さえると早く止まりますよ。あのなんかボクサーの人がさ、タイガなんかのボクサーの人が血が出たら足の元をつけて押さえて止めてるらしい。初めて聞いた。染みないんですかね。うん、まさ、あ、染みないことはないだろうけど。染みそうなんだ、うん。染みないから、どっちかに痛いじゃないですか、出血してれば。だから、ま、なんか止血早くするみたいですね。猫も足の元つけてる。うん、足の元。で最悪舐めてもさ、障害がないでしょ。だから味の素を1本用意しておいてもらって、爪切り、まあ、血を出さないことが一番大事なんですけどね。そうですね。爪切りをどのぐらいの日に見て、うん、まあ、その子によって違うけど、月に1回ぐらい。あ、月1回、月に1回か2回ぐらい。だから1ヶ月1回か2週間2回ぐらい。で、あと肛門腺をやってほしいんですよ、家の中で飼う子は。やったことない。肛門腺が絶対溜まるから、はい、
肛門腺これ爪ね。肛門腺はさっき逆に尻尾持ち上げると肛門があります、はい、大きくありますね、はい、ちっちゃな見えないけどちっちゃな穴があって体の中にこう袋を作ってるんですよ。これが肛門腺、はい、持ち上げてギュッとして、これを持ち上げることがポイント、はい、持ち上げると肛門がこっちに来るからそれで左右でギュッとして出しますね。はい、はい、ごめんね、ちょっと恥ずかしいけど出してね。こうやって、あ、見ました、うん、そう、ここに肛門がありますよね、はい、ここの両サイドからギュッとして。おとなしいね、あなた。痛いんですか？あ、へえ、すごいでしょ。これ相当溜まってますよ。へえ、つまめばいいです。そう、でもね、結構ちょっと指一本出してください、これぐらい。あ、そこそこ、あんまり優しくやってたら出ませんね。ギュッ、尻尾臭いから、はい、ちょっと拭いておきます。これはあの銀イオン水、銀の水なんですけど、飲めます。で、銀っていうのはあの消臭剤でもよく使われてるけど、多少細菌とかカビを抑えてくれるんで匂いが取れやすいと。で、これは T3 オイルですね。肛門腺はどのぐらいの頻度で？やっぱり2週間から月に1、月1ぐらい。爪切りと求めてちゃっちゃって。だからそれと、あと耳。あ、耳ね。耳はもうぐらいでこの辺をさ、2週間に1回ぐらいやるんです。うん、それで、もらってていいですか？いいですね。で、あと、もしやれるんだったらちっちゃい時からシャンプーに慣らすという。シャンプー、うん、ね、これもやれるんだったら2週から1ヶ月に1回ぐらい。だから小さい時から慣らしておかないとできない、うん、で、それシャンプー慣らすには普段からブラッシングに慣らすことと、はい、タオルで体を拭くことと、うん、ドライヤーの音とかで慣らす、それが慣れたらシャンプーしてる、うん、ブラッシングはやってます。やってます、はい、だけいや、でも大事なんですよ、できること。シャンプーどうやってやるんですか？で、保湿剤、あの子、すみちゃんって保湿剤とか出しない？何も体にかけるスプレーとか出してないですかね。はい、そんなんできる、全然できる状態じゃない本当に、はい、自由に。さあ、それで、シャンプーやってみても絶対ね、やれたらやったほうがいい、小さいうちからやったほうがいいですね。で、今から、はい、まず、こうブロードラインという首の後ろにつける薬を出します、はい、これは予防薬なんですけど、はい、寄生虫、はい、左矢っていう、猫も左にかかる感じです。それから体の表面につける寄生虫、マダニ、ヨミ、特にマダニは最近人獣共通伝染病で、人間で亡くなっちゃう方が数名年間見えます、で、ガードお腹の寄生虫、はい、で、海虫、甲、はい、虫、細長い虫、あとサンガムシ、はい、もう予防してくれるんで、はい、多分サナムシもいる確率が高いんで、で、これを選びます、はい、で、予防でやるのはこれは月に1回です、はい、1ヶ月1回ね、だから今やります、はい、それだと虫から忍ばせますからね、はい、これは私はやらなくていいです、ね、そう、はい、で、まあ見て、やり方さえ覚えちゃったらお家でもできますからね。ただ垂らすだけです、うん、首の後ろに。で、まあ1箇所、私は2箇所ぐらいに分けますけど、待って、放送2時間ぐらいすると吸収してくれる、割と便利な薬なんですよね。それだと美味しくだしね、おとなしくないですか？おとなしい、キンちゃんまあね、キンちゃんはね、かなりのところで食べる、どう、おとなしいね。2050、まあ2キロ以上として結構かね、餃子、餃子、ちょっとこっちに顔向けて、はい、もういいね、ちょっと薬飲む、口の奥に入れちゃうんだよね。んで
と息を吹き込むと飲むじゃん。だけど難しい難しいよね難しい難しいよね、ちょっと難しくないですか。それか粉にしちゃって出してもいいですよ。粉の方、え、粉だったらあのご飯に混ぜて食べる。そうですね、いいですよ。できます。あっという間に終わっちゃったから、もう一緒に飲む。で、必ずだけどその後水飲ませなんか、うん、ここで詰まっちゃう、猫ちゃんは食堂の、はいはい、だからお水をちょっと飲ましといて、あと、うん、今で流れるようにね。はい、頑張って粉にします。粉にしましょうか。ちょっと難しいですね。慣れるからさっと終わる。こうするまで思い当たりで連弾した、連弾した、ちょっと見てみてください。レンジかわいい。それから今、かけたこれね、保湿剤、はい、これも出します、はい、せっかくブラッシングしてもらえるんだったらこういうスキンケア製品まあワンちゃん猫ちゃんの皮膚の弱い子用なんだけど、はい、別に皮膚が普通の子でも使っていいから、はい、VS のコンディション、はい、これのちっちゃいの出します。まずは 100cc でお分けします、はい、今みたいにかけて擦り込んでブラッシング、うん、そう、皮膚のバリア、保湿してあげると人間もそうだけど皮膚のバリア機能が上がってくる、うん、だから我々の手でも別に保湿できます、ということで、はい、これを出したいですね。これはどのぐらいの頻度？これは毎日。あ、これ毎日？毎日。ブラッシングは毎日、はい、それであとは、あと、うん、さっきの歯ブラシと歯磨きも出しますけど、やり方は今から説明しますからね、はい、もう一人のこと見てからね、はい、でお腹いるんだよね。はい、やりそう。それかな。あ、違う。でもこれなんか食べさせて。あ、それ食べさせてんの？はい。なんか多様性繊維。あ、こんなにあるならじゃあこれでもいいですよ。下痢したらこっち食べさせて。それだけ食べさせて。それだけ食べさせて。こっちだけですか？うん。せっかくあるなら。会社が違うだけで。どうなんだ、猫ちゃんの。消化器サポート多様性繊維。そう、あの、こういうのに違うヒルズっていう会社のやつを出そうかなと思ったんですけど、はい、これいいですか？いいです。だから単純な下痢はそれで治る、でもそれでも治らん子はちょっと調べる方がいい。これかな。これですね。この形、うん、これ若い子も大丈夫だよね。消化不良多様性繊維か。ほんとこれ2キロもあんのこれ、はい、2キロって結構でかいよ。高かった。高いよね。1000円ぐらいです。旦那が買ってきたの。ほんと多様性繊維があるんだ。そんなたくさん。なぜこっちこっちなんですよ。あ、これじゃない方がいいんですか？これじゃない方がいいんだけど、はい、まあまあいいですわ。こっちもいいですか？それでもいいです。ただね、本当は成長期はダメなんだよね。ああ、そうですよね、なんか、うん、開けちゃったもん。開けました？開けました。成長期も大丈夫なんですよね。うん、やっぱり出します。はい、全然変えるなら変えますね。ヒルズのさ、乾燥して、つけがないように、はい、しっかり吸して、もったいないよね。旦那が買ってきたやつ。私はあんまり痛まない。それ。ID っていうね、だから これに相当するやつね。これを出しますんで、はい、ID3 か、まあとりあえず、ね、一番ちっちゃい 500g ね、はい、猫用の
500グラムとサンプルがもしあればサンプル、はい、サンプルも一緒に出しますから、はい、それだけ食べさせてください、はい、そんでも固まらんかったらちょっと調べて、はい、まあ、どっちにしろ一回更新でやります。今見た子がリンちゃん、この子リンちゃんです。リンちゃんで、吹き下子はこの子じゃないよね、はい、下痢がこっちです。虫が出たのでベンはトキちゃん。なんか本当は1匹だけ買うつもりだったんですけど、なんか2匹まとめてどうですかねすごい仲いいからみたいなでなんか先生 の、 あのホームページで猫の説明あるじゃないですか、はい、であれで2頭で飼うのいいって書いてあったんで、確かにね、あの運動不足になりにくいよねあの年齢が一緒だったらね、年齢が明らかに違う場合はダメ、兄弟、うん、だまあ飼ってみようと思って猫飼える環境だし、はい、じゃあじゃあ次の後で渡します。はい、ピンちゃんお疲れ様。